本に国、星に。コロナとか宇宙が膨張したとか、持たざる者がボンクラだったとかなんやかんやあって日本が3つの国に分かれた後の近未来で三国志と戦国時代をするというシナリオ。シナリオ的には完成された三国志と戦国時代を叩き台にして作られているので安心して読める。川口海事の太陽の黙示録とか好きならハマる。この漫画は三国志するために日本をなんとか分割することが必要だったから日本が分割するってのはシナリオの強制力でその部分にとやかく言うのは漫画のコンセプトを否定しちゃって大変恐縮なのですが、民主主義派曲がりなりにも選挙って制度で上級国民を選べるし、選挙で上級国民を選んだのは下級国民なんだよね。でその下級国民がさらに愚かで日本という国をはびょって3分割しちゃうんだけど、国を一つにまとめるために過去にどれだけの血が流れたのかってのを下級国民は考えてから行動するべきだよ。国が分割して時間が経つと既得権が固定化して、その既得権が国を再び一つにするときに不利益を被るから平和的解決方法では絶対に国を一つに戻すことは不可能なので、既得権を全部血液にして大地にばらまく作業が見たび必要になるので、とりわけ武道が国を3分割した後は貴族の胸糞が白い巨頭をするという末法を見えた世界。これにはファビョって国を3分割した下級国民もうっとりの匠の愚かさが光るファインプレイなので、ここからネタバレ。この漫画は事前にプロットが決まってからシナリオを進行するタイプの漫画だと見受けられるために、漫画は勢いがあって絵柄も綺麗で面白いんだけど、主人公の妻を殺したり戸籍でいいとこなし諸悪の根源と傀儡をゆっくりさせるチャンスはいくらでもあるのにわざわざ自分の軍を弱体化させるような策に乗ったりする非合理的なシナリオ。主人公の一人のあれがガメをベラするのだが、この手の漫画で劉備っぽいやつでヘタレで奥さんがイケメソだったらどう考えてもそれは死亡フラグでしかないという部分であり、親の子守歌よりも見た大事な人を失うことで何かを成す人間になるという描写。小金を稼ぐ子役人をちゃんとゆっくりさせておかなかった時点で約束された未来だし、絵がちゃんとその参謀が細工よとか描かれているのに権力を持ってるバカを間引くチャンスがいくらでもあるのに間引かないとか意味がわからない。しなきゃいけないことをしない漫画はうちらおまんじゅうには合わないのぜ。